ツールドフランス2008、ツールドフランス二千八は、ツールドフランスとしては95回目の大会。2008年7月5日から7月27日まで、全21ステージ、全行程 3559.5km で行われた。フランス本土最西端のブレストをスタートし、フランスを半時計回りに一周して最終日のパリシャンゼリゼ通りのゴールを目指す。 前半にピレネー越え、後半にアルプス越えが設定され、それぞれの途中で休息日が設けられている。前年と異なり、基本的に、ほぼ全コースが、フランス国内のみを巡るように設定され、アルプス越えの際に一部イタリアをかすめるのみとなっている。また、この年は、プロローグステージが行われないが、これは1967年以来初めて。また、到着順位ごとに与えられていた、 ボーナスタイムも廃止され、純粋に区間ごとのタイムを積算する形で、総合性が競われることとなった。この年は主催者であるアモリスポリオルガニザシオンと国際統括機関である国際自転車競技連盟との対立が先鋭化した年であり、UCI プロツアーをめぐる両者の駆け引きに巻き込みれる形で様々な影響が生じている。 UCI プロツアーチーム18チーム中17チーム、プロフェッショナルコンチネンタルチームから3チームの計20チームでスタートした。主催者である ASO は2008年2月13日に UCI プロツアーの有力チームの一つであるアスタナチーム、ルクセンブルクを前年のツールドフランスでのドーピング疑惑を理由に参加招待率から除外することを発表した。これにより、 前年の覇者であるアルベルト・コンタドールの連覇及び前年3位であるリーバイ・ライプハイマーの雪辱がレース開始前に思わぬ形で阻まれる形取った。また2007年のポイント賞獲得選手であるトム・ボーネンもレース外ドーピング検査でのコカイン反応を理由に大会への出場禁止措置を行っている。太字は UCI プロチーム、中字は コンチネンタルプロチーム。DNS、該当ステージ出走せず、ドーピング要請による除外を含む。DN 回、該当ステージ途中危険。HD、該当ステージタイムオーバー。第8ステージを前にして、リクイガスのマヌエル・ベルトラン。さらに第11ステージ前を前にして、バルロワールドのモイセス・デュエニャスの尿内から、セラ、持続性エリスロポエチン需要体活性化剤イコール。 カンティンスエリスロポイエチンリセプターアクチベーターと呼ばれるエポ、第3世代エポとも言われる陽性反応が発覚。第12ステージスタート直前となる7月17日、リカルド・リッコについても、第4ステージ終了後に、尿検査で採取されたサンプルからセラ陽性反応が出たという、フランスアンチドーピング機関の話を受け、リッコは、フランス警察当局に拘留され、 今大会から除外。また、リッコが所属するサウニエル・ドゥバルイコール・スコットチームも、ことの重大性を考慮に入れ、今大会から撤退することを表明したことから、他選手も、第12ステージを前に危険を余儀なくされたほか、リッコのドーピング問題が解決に至るまで、レース活動そのものを一時休止することを決め。セラ要請ではないが、最終日である7月27日のゴール後に、 総合19位のドミトリ・ホホノフから第18、ステージ後の検査において、興奮剤であるヘプタミノールの陽性反応が出ていた、ことが発した。2008年10月6日の BBC ニュースは、レオナルド・ピエポリ、ステファン・シューマッハーの2人の血液サンプルからモセラ、陽性反応が出たと報じた。同年10月13日付のレキップ氏は、 エルンハルトコールにもセラ陽性反応が出たと報じている。同月15日、記者会見の席上でコールは大筋で事実を認めた。なお、ツールドフランス公式記録集によると、コールの総合順位等は剥奪され、空位となっている。同様に、山岳賞も剥奪され、空位となった。7月18日、サウニエル・ドゥバルイコール・スコットは、立補並びに、 第10ステージを勝利した、レオナルド・ピエ・ポリの2人に対し、チームの倫理規定に違反した行為を行ったとして、解雇通告した。加えて、サウニエル・デュバルが党大会終了後間もなく、スポンサーから撤退。残ったスコットが、アメリカン・ビーフと共にチームを再結成することになり、当年8月28日より、レース活動を再開した。7月20日、ドゥエニャス、 ピエポリの二人が、第三世代、エポの使用を認めた。また、トゥエニャスが所属している、バルロワールドは7月19日、当年のツールとフランス終了後に、スポンサーから振りことを表明した。マヌエル・ベルトランは所属チームのリクイ・ガスより、年内一杯のレース出場禁止処分を通告された。また、ドミトリ・ホホノフは、即座に所属チームだった、クレディ・アグリコールから解雇さたが、 その後ドクターの処方ミスが証明されたため3ヶ月の停止処分の後復帰。現在はカザフスタンナショナルチームで走っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。